にちは、ビーパパです。ですね、2017年2月12日日曜日からキューレンジャー始まりました。で、そのキューレンジャー関連グッズ、ソフビー人形以外はほぼほぼ揃ったんではないかと思います。映っておりますが、かなり溢れております。左側、セイザーブラスター、キューザーウェポンが一番美味しいところが、ちょっと抜けているっていう状況なんですが、ハッピーパパまだ全然キューレンジャーについて勉強不足です。なので一気にこれ開封してしまうと、もう訳が分からなく、本当にただ開けるだけの動画になっちゃうので、一つずつちょっとできるだけ丁寧に、開封そして紹介していければと思ってますので、まあ一個ずつかな、開封をさせていただければと思っております。で、じゃあ今回どれから開けようかなっていう話なんですけど、まあどれも開けたいんですけど、まあサソリボイジャー、あの旧玉合体シリーズのですね、サソリボイジャー、天秤ボイジャー、あとはこれサソリボイジャー、ん、ワシボイジャーとヘビ使いボイジャーは、まあ旧連王の後に開封させていただくとして、それ以外のとこですね、セイザーブラスターかキューザーウェポンかキューレン王か、これはキューバックルかっていうところなんですけど、やっぱ一番スーパーギャラクシーキューレン王の方を開封したいので、今回はキュータマシリーズ、キュータマ合体13579のデラックスキューレン王を、開封紹介させていただければと思ってます。宇宙戦隊キューレンジャー、光る、鳴る、キュータマで合体、光る、鳴る、キュータマ5号付属、デラックスキューレン王ということで、書面箱のところを読ませていただいたんですけど、これ見切れてるんですよ。本当にかなり大きいです。かなり本当大きいです。で、上から見た感じがこんな感じですね。すごいな、9人いるんですよ。いきなり今日9人出てきたんですかね。ちょっとハッピーババアまだ見れてません。実は見てから本当開けたかったけどな。はい、では、こちらの方ですね、9玉が、まあ、5個付属しているということで、こちらの方に、まずはやっぱこれですよね、シシレット、シシレットのシシ9玉、そしてオオカミブルー、オウシブラック、カメレオングリーン、カジキイエローの、9玉がそれぞれ付属されてます。で、こちらの方が、まあ、実際中にこんな入ってるよっていう風な紹介ですね。で、こっち、シシボイジャー、オオカミボイジャー、オウシボイジャー、カメレオンボイジャー、カジキボイジャーということで、それぞれのですね、キューレンジャーの、乗り物が乗ってるわけです。で、後ろがこんな感じですね。付属品、まあ、セット内容としてはシシボイジャー1、オオカミボイジャー1、オウシボイジャー1、カメレオンボイジャー1、カジキボイジャー1、取り扱い説明書1、9玉は全5種各1個となっております。まあ、こんな感じですね。すごい、なんだこれ、バースライトで9玉を回すとエンブレムが完成するみたいです。で、この5体のボイジャー、9ボイジャーが、合体して星座ドッキングで、こういう風に9連合という風になります。全高 46m、 全幅 38m、 胸の厚さ 16.8、 まあ奥行きみたいなもんですかね、になってます。で、これすごいですよね。光る、鳴るってことで、ボタンを押すと音が鳴る、9玉が光ります。9連合スーパーギャラクシーシシボイジャーで、9玉に、隠されたマークが浮かび上がるということで、これもちょっと楽しみですよね。そしてこれ、
腕と足の組み合わせは自由自在ということで、シシボイジャー以外、まあ、シシボイジャーこの真ん中のところですね、以外の4体は腕にも足にもなるぞということで、どんなところにでももうこう付け替えが可能。そしてまたサソリボイジャー、ワシボイジャーとかですね、この天秤ボイジャー、ヘビ使いボイジャー、また後日ですね、紹介させていただきますが、こちらの方とも組み合わせが自由自在ということで、集めよう旧玉型シリーズということで、とりあえずこれは今のところコンプリートしますけど、まだ開けてないですけどね。はい、でこちらですね、こちらも楽しみだな、デラックス星座ブラスターということで、こちらのですね、旧玉シリーズの旧玉に対応、対応音声が鳴るということで、これもどんな音声なのか楽しみですね。では楽しみすぎて開けていきましょうか。はい、こちらの方ちょっとカッターでピッと切り目入れます。では開けますよ。っていうか箱が大きすぎてカメラが本当に見切れてる。いきます。よいしょ。お引っかかる。お、よいしょ。あれ出てこない。出てこないぞ。よいしょ。おー出てきました。説明書のみぞいて。はい、こんな感じでもうほぼロボットみたいな格好になってますね。すごいなこれ。すごいかっこいい。では袋から開けていってみましょう。まずはやっぱりこのシシボイジャーからでしょ。もうちょっとロボットの顔になってますけどね。さあシシボイジャー、じゃん。おお、九玉の受けが3つありますね。そしてこちらの方が、まあ、顔になってますけど、これどういう風に動かすんだろう。もうすでになんかロボットバージョン。お、あ、なるほどなるほど。あ、受け5つありますね。もうここに9玉が来て、各9ボイジャーが合体すればもう本当9連王っていう感じですね。では次行ってみましょう。では次、オオカミブルーが乗るここオオカミボイジャー。お、9玉くっついてますこれ。なんか、お、丸いな。あ、もうすでになんか足になりかけてるって感じですね。すごい、口がパカッと動きます。おおおお、簡単簡単。お、すごい、オオカミボイジャー、イエイと。シシボイジャーもちょっと分かったので、シシボイジャーにしてみます。せーの、はい、ということでシシボイジャーです。次は、オーシュブラックが乗る、こちら、あ、倒れそうになってきた。はい、これがオーシュブラックが乗る、これはなんだ。あ、これですね、オーシュボイジャー。さあ、これも9玉がついてますね。はい、9玉がついてます。あ、オーシュマークになってますね。これ R みたいです。おお、すごいすごい。はい、オーシボイジャーで、これをちょっとオーシにしてみましょう。まあ、こんな感じでしょうね。あ、もうてかこれになった。あ、こうか。はい、おー、タンクだ、タンク。これは、あ、角も動きます、角も動きます。すごい、かっこいいな。はい、オーシボイジャー。じゃあ次は、カメレオングリーン、カメレオングリーンでいいのかな。カメレオングリーンが乗るこちらは、カメレオンボイジャー。はい、あ、もうなんかカメレオンの形してますね。はい、ちょっと開けていきます。はい、おお、すごい、カメレオンだ。これこのまんまかな、ひょっとしたら。お、これこのまんまっぽいですね。あ、すごい、なんか出る。あ、なんかジョイントだ、すごい。え、これでとりあえずカメレオングリーン、カメレオンボイジャーはこのまんまみたいですね。で最後になりました、カジキボイジャー行ってみましょう。はい、カジキボイジャー。さあ唯一これ魚ですね。よいしょ。はい、あ、なんかなんていうのかな、なんかあれに出てきそう。
サンダーバードに出てきそうな、なんかサンダーバードとか、あとはなんですか、タイムボカンに、ね、できそうな感じですね。これすごいな。え、これももうこのまんまですね。カジキイエローが乗るカジキボイジャーですね。こちらの方も9玉がもう付属されてます。はい、よいしょ。はい、で最後の袋がシシボイジャー、またあのシシレトが使う、あらテープで止めてある、こちら9玉、何9玉、レッド9玉、シシ9玉ですね。シシ9玉になります。これがこれですね、シシボイジャーにドッキング、あ反対だ、ドッキングするわけですね。これで、はい、 OK。 でまあとりあえずですね、あの9連音のボイジャーを並べてみたんですけど、こちらの方電池が必要です。遊ぶ前にデラックス9連音の電池の入れ替えということで、必ず保護者の方が行ってください。単4電池3本必要です。でまあ、こちらの方購入される際はお買い求め忘れがないようにお願いいたします。ちなみに電池を入れる場所は、シシボイジャーのですね、背中の部分、こちらの方に、入れるようになってます。ここのとこですね。では蓋を開けます。開けました。では電池を入れていきます。真ん中がプラスが上になるように、であと2本はプラスが下になるように入れましょう。はい、それでは蓋を閉めます。はい、電池入れ完了です。で電源は、右足の下の部分、ここになります。丸と×なんていうの、これを丸に入れるんですけど、ちょっとこちらちょっと後に回します。まずはちょっとシシボイジャーから見ていってみましょう。シシボイジャーですね、こちらの方、シシレッドが、乗る乗り物になりますね。で、口の中に、まあ、あの九連王の顔があるの で, でこれちょっと開くことはできません。で背中に九玉ですねが、ジョイントされてます。こんな感じですね。で、こういうふうにですね、これはまあミサイルなのかな、ビームガンみたいなものが左右ついてます。そしてこちらにもなんかこう9玉が乗っけられそうな感じになってます。表面もこちらですね、9玉が乗っけられそうな感じで、ここ気になります、ジョイントがあるんですよ。これ何のジョイントだろうって、今後まあ発売されるこうなんですかね、9玉合体シリーズの多分ロボットと合体するんじゃないかなという予測を立てておりますが、ここにもあるんです。どうなっていくんですかね今後このロボット。はい、ということで、まあ、こちらの方がシシボイジャー、わーということで、オオカミブルー、オオカミブルーが乗るこうオオカミボイジャーですが、こちらの方は首のところがはい動きます。くる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 動いて、口がパカッと、で前足は動きませんね。後ろ足がこう走るようにして動きます。そして、こちらですね、9玉がガチャッと、まあ、取れてお尻にくっついてるっていう感じですね。よいしょ。はい、オオカミボイジャー。はい、次が、オーシブラックが乗る、オーシボイジャーですが、正面から見た感じこんな感じですね。本当なんか戦車みたいな感じで、キャタピラが、重々しくついております。ここの赤のラインもでもよく結構引き締まりますね。赤ライン結構いい感じでついてます。でこちらの方は角が動きます。で首も動きます。まあこんな感じ多分なるんでしょうね。ここ多分足になったり手になったりするときに動くんだろうな。でこんな感じですね。オオカミボイジャーと一緒で後ろ足の部分が動きます。で、こうしてガチャッと、はい、こちらの方もオーシブラックの、9玉取れます。はい、オーシ9玉になるのかな。はい、ということで、オーシボイジャー。カメレオンってどんな鳴き声なんですかね
聞いたことないんですけど。でこちらが、まあ、カメレオンボイジャーですね。カメレオングリーンが、乗るカメレオンボイジャーになりますが、まあ口のが開きます。これで多分くっつくのかな、うん、であと足がですね、ここが可変します。でお、ちょっと待てよ。あ、普通に取れました。普通にパカッと取れました。はい。でこれがカメレオン9玉。お、カメレオンの本当形になってますね。ちょっと後でまた詳しく見ますね。はい。目が赤いのがすごく特徴的ですね。まあどれもでも結構なんだろう、こういう風な細かい部分、衛星とかで使われているような部品がですね、たくさん、本当メカメカしいメカって感じですよ。でも本当タイムパカンシリーズにもなんか出てきそうなロボットですね。で最後が、カジキイエローが乗るカジキ、キュータマじゃない、カジキボイジャーですね。はい、こちらの方なんかこの辺が動きそう。あ、やっぱりそうそうそうだそうだ。はい、ここが動きますね。角の部分が動きます。あとはなんだろう、これアンテナ部分。あ、これですね。こうとえいっていう風な感じで9玉も外すことができますね。はい、カジキイエロー。はい、ということでまあシシボイジャーがまあ一番大きな部分なんで、このオオカミボイジャーとオウシボイジャーが、まあ、同系統の、形ですね。そしてこちらの方のカメレオン、ボイジャーとカジキボイジャーが同系統のものになりそうです。はい、ということでじゃあ次はですね、各ボイジャーから9玉を外してみたんですけど、ちょっとですねお尻が寂しくなりました。で、こちらの方がですね、9玉になります。これがシシ9玉で、オオカミ9玉、オオシ9玉、カメレオン9玉、カジキ9玉になるんですけど、これ回せるんです。さっきも回してみましたけど、こうやってそう、なんじゃわからん模様になるんですよ、うん、でこの2つの模様を回すことによって合うと、こうやってシシの顔になるわけですね。これ回したりすることでまた音も変わるのかな。まあ獅子9玉こんな感じ、01です。で次オオカミ9玉ですね。オオカミ9玉、はい、ちゃんとオオカミの顔してます。こちら03って書かれてますね。これも回すことで、ちょっとまあちょっとわかるかな、オオカミっぽい顔になってますけど、まあうん、こんな感じで回すと、はい、オオカミさんの顔になります。次がオオシ9玉、まあ、05ですね。オオシ9玉を回すことによってちょっと、うん、これはちょっと分かりづらいな。あのオオシ9玉で回してまたオオシの顔、牛さんの顔になりますね。もうこれザ・カメレオンって感じですけど、カメレオングリーンの本当グリーングリーンしてますね。07、これも回すことで、うん、ちょっと分かるかな。あれ、今更気づいたんですけど、中うっすら見えますね。コックピットっぽいものが見えますよ。これ光るんでしょうね、きっとね。で次がカジキ9玉、カジキ色が乗る、あ、使ってるカジキ9玉ですね。09でカジキの形ですね。これもまあまあまあわかるかな。でこれも一緒ですね、中の方にコックピットが乗ってます。これきっと変身した時にあの光るんでしょうね。楽しみだな。はい、ということでまあ付属されてる5個の9玉たちでした。じゃあこれはまたボイジャーに戻します。で戻す時の注意点なんですけど、ちゃんと説明書にですね向きがあるので、それに沿って、装着の方をしてください。じゃないと多分こうやってロボット化した時にですねコックピット部が光らないんだと思います。はい、ということで各ボイジャーに9玉を戻しました。それではまずお楽しみの一つ目、デラックス9連王への合体をしたいと思います。まず左腕のカメレオンボイジャーを、はい、これで OK だと思います。これで OK だと思います。左腕
では次はカジキボイジャーの準備ですね。カジキボイジャー、はい、これで OK です。簡単。次はオオカミ、ボイジャーの変形、こうしてこうして、はい、簡単ですね、本当。左足になります。ではオオシボイジャー、これもこんな感じで、はいはい、これで右足で、最後シシボイジャー、こうやって回します。顔は最後にしようかな。はい、とりあえず顔もあるんですけど、これでとりあえずシシボイジャーも完成。忘れてました、ここの部分を倒しておきます。はい、では足の部分から、はい、オオカミボイジャーがですね、ここの部分、差し込み口、ここを合わせてガチャッと、はい、はまりました。ではお牛の方も、はい、ここのところにナンバーの部分がですね、くるようにはめ込みます。はい、お、もうこれで立てますよ。お、すごいな。はい、では次カメレオンいきます。カメレオンもここのジョイントの部分がですね、ここに刺さるように、そしてここのところにナンバーが刺さるようにはめます。すごい、あ、楽しい。はい、でここナンバーとジョイント、カメレオンボイジャーと同じように差し込みます。はい、さあこれで、はい、顔も完成、完成、キューレゴ、いかがですか。いやー、かっこいいですね。なんかすごい。でこれまたこの腕の部分も足の部分も入れ替えが可能なので、すごい、これ組み替え楽しそう。ただ私が知っているロボットの中ではこういう風にして、まあなんですか、手がないんですよね。だからこれちょっとどうなるのかなーって思ったりはするんですけど、武器とか持たせられるのかな。横から見た感じがこんな感じですね。反対の横から、はい、後ろです。いやー、いいですね、キューレンを、かっこいいな。では次ですね、発光音声ギミックの遊び方ということで、これ光る鳴るシリーズなんですよ。なのでこれのシシボイジャーモード、キューレン王モード、ルーレットモードをちょっと楽しんでみたいと思います。じゃあちょっと順番に音声確認していくので、ボイジャーモードに変形します。はい、ボイジャーモードに戻りました。ということで音声確認していきたいと思います。で、発光音声ギミックの遊び方としては、電源を入れボタンを長押しするたびにモードチェンジ音が鳴り、下記3モード順に切り替わります。電源オン直後はシシボイジャーモードです。ということで、まずはシシボイジャーモード行ってみましょう。それでは電源ここにありますので、電源入れます。はい、行きますよ。おお、シシボイジャーかっこいいですね。ちょっとシシの声っぽいの入ってたんですけど、ちょっとやっぱメカ音が、かかってますね。でこちらの方ボタンがここについてます。ではボタン押してみましょう。いきます。さあどんな音が鳴るのかな。あー、星座ドッキング、シシボイジャーのドッキング音ですね。では2番目、これがシシボイジャー召喚音です。で次がこれがシシボイジャー攻撃音1です。次がシシボイジャー攻撃音2。おお、あ、これ一番強いですね、一番強い攻撃だ。シシボイジャー攻撃音3になります。はい、でですね、こちらのですね、シシボイジャー、
音声が流れるごとにここの9玉が光ってるんです。じゃあちょっと確認していきましょう。はい、それでは、はい、これドッキング音。次がシシボイジャー召喚音で、次は攻撃音1、攻撃音2、攻撃音3、というふうにシシボイジャーモードでの、音声発行ですね。では次は、キュウレイオーで音声発行の方を確認していきたいと思います。それではセイザドッキン完成。キュウレイオーで、これだけでは音声が変更ならないので、これを長押しします。ここのボタン長押しするとキュウレイオーモードへ切り替わります。はい、これが九連王モードですね。では九連王モード1番目の音は九連王の合体音が流れます。では1音目、お、すげえ、すごい、おお、光ってるの分かりますね。では次です。九連王歩行音、歩くんですね。これ九連王が歩いてる時の音みたいです。で、次、3音目が、キュウレイオーの必殺技音になります。必殺技音いきます。お、なんか溜めてる。おぉ、スーパーギャラクシー、発動しましたね。はい、では、真っ暗な状態で光らせてみます。いきます。信号みたい。おぉ、綺麗。はい、これが九連王合体音ですね。はい、では次、九連王歩行音です。それでは次は九連王必殺技音です。いきます。いやー綺麗ですね。で、すごいなと思うのが、この9玉の中がコックピットになっていて、これを押すごとに光るんですよ。これシシボイジャー、じゃあシシレッドが乗ってますね。で、次がこちらがカメレオングリーンが乗ってますね。で、こちらがカジキイエロー。ちゃんと細かいところまで乗ってますね。カジキイエローになってますね。はい、次がオーシーブルーが乗っている足ですね。はい、すごいですね。ほんと細かい部分まで再現されてる。次はオーシーブラックが乗る、右足ですね。いきます。お、でかい、でかいな、オーシーブラック。で、このデラックス九連王ですね、ルーレットモードっていうのがあって、まあいろいろなですね、音声が流れるみたいです。全部流せるかな。ではルーレットモードに変更します。ん？もう始まってんのかなこれ。ルーレット音が鳴っている間にもう一度押すと、もう一回押さないといけないんですね。あ、止まった。あれ？もう一回引きます。で、これで押すと、お、ん？あ、もう終わりなんですね。もう一回行きますよ。で、これで鳴ってる時に止めると、またグリーンだ。グリーンなのでカメレオンですね。来た、これウキウキなことが起こるかもってことで、まあ各止まった色によってラッキー度合いが変わるみたいです。はい、
で、これ、まあ、今回紹介してない天秤とか、蛇使い、ワシとサソリもですね、乗ってるみたいですけど、まあ、これに当たったら、まあ、朝お出かけする前、学校行く前とかにやってたらちょっといい一日が過ごせるかもしれないですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。2月の12日から始まった、宇宙戦隊キューレンジャーに出てくるデラックスキューレン王を開封、そして遊び紹介をさせていただきました。もうほんとこのキューレン王だけでもすっごい遊べますね。ルーレットとかもずっとできそうですよ。はい、もうほんと今後ですね、またキューバックルだったりとかセーザーブラスターとかですね、またキューレン王グッズの、キューレンジャーグッズのですね、おもちゃも開封、そして紹介で、またいろんな遊び見つけたらそれもまた紹介させていただければと思ってます。はい、お楽しみにしててください。ではハッピートイチャンネル、いつもご視聴していただいてありがとうございます。ご感想ご意見、まだこのキューレンジャー始まって、まあできればではあるんですけど、レゴも作っていければと思ってますので、お楽しみにしててください。またこちらの方ですね、見てのご感想ご意見していただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。はい、ということで今回はデラックスキューレンを開封遊んでみたよでした。以上です。はい、ということで、カメレオンボイジャー、カジキボイジャー、オオシボイジャー、オオカミボイジャーを手足入れ替えてみました。これもなかなかいけますよ。いやー、いいですね。今後が本当楽しみです。